皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、40代の方向けのボダンアレンジについてご紹介します。最近のねトレンドでショートだったりとかボブだったりとかされる方が結構多いと思います。なんですけど、やっぱ暑い季節ね、まとめたくてもまとめれないっていう方って結構多くないでしょうか。短い方でもできるボダンアレンジをご紹介します。今回のポイントとしては、まずね髪の毛を2つに分けるんですけど、特に襟足と上の髪の毛を分けるってことです。襟足の髪の毛をしっかりとまとめてから全体をミックスさせてお団子にする。こうすることで短い方でも綺麗にまとめることができます。ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずバームをつけていきます。髪の毛が全体的にねまとまるようにつけていくんですけど、顔周りの部分、襟足の部分はしっかりとつけてまとめるようにしてください。次にブラシで溶かしていきます。ブラシで溶かすことによってスタイリング剤が全体に行き渡りますので、しっかりと溶かすようにしてください。で、次に髪の毛を分け取っていきます。だいたい耳のちょっと真ん中ぐらいですかね、下の襟足部分です。一番短くなっているところを、まあ、ざっくりと取り分けて、表面の髪の毛は少し止めておきます。で、この襟足の髪の毛、まあ、短い方結構多いと思うので、こうしっかりと伸ばして、まずゴムで結んでいきます。で、この時にね少しだけ上切りに持ってきてゴムで結んでいきます。こんな感じで、で、真ん中に空洞を開けて、下から上に向かって逆リンパしていきます。こうすると、襟足の部分がね、ピシッとして、短い方でもまとめやすいです。で、次に上の髪の毛を下ろして、全体的にブラシで溶かしていきます。この時にね、しっかりとまとめるように溶かしていってください。で、ある程度、溶かせたら、下のねフルリンパしたところと一緒にまとめてゴムで結んでいきます。で、結んだら少しねお団子状になるようにまとめていきます。だいたいね耳ぐらいかちょっと下あたりぐらいでお団子が作れれば OK です。で、次にこの部分ですねが、やっぱりねペタッとする方が多いと思うので、この部分を持ちながら手を熊手にして、このまず一番上のトップの部分を増やしていきます。ここがねやっぱり一番こうペタッとするかなと思うので、深さが出るように少しずつ少しずつバランスを見ながら出していきます。少し出てきたら次にこの辺りですね、この部分も同様に出していきます。ちょっとね、こう丸みが出るようなイメージですね。で、出してあげると形が綺麗になります。この辺り部分も少し出してあげるといいかなと。あとはね、サイドの部分とかも少しね、耳が出てる方に関しては少しこう耳を隠すような感じで広げてあげると形が綺麗になります。こんな感じでね、襟足がしっかりとまとまっててバランスが良くなってたら完成です。はい、ということでこんな感じでやってみました。今回のねこのウィッグの長さはだいたいね、まあ肩ぐらいでミディアムぐらいだったりとか、まあ僕ぐらいの長さなんですけど、襟足がこう結べるぐらいの長さがあればどなたでもできる方法になりますので、ぜひやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね皆さんが綺麗で可愛くなるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。